摂取カロリーの増加と体重の増加には相関関係はない。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は、医者が教えるダイエット最強の教科書です。皆さんはダイエットを決意した時にまず何から始めますか？運動、カロリー計算、それとも食事制限？巷には医学的根拠のない様々なダイエット法が溢れています。そのためダイエットに挑戦するほとんどの人が間違った方向に一歩目を歩み出してしまっているんです。その結果効果が出なかったり続かなかったりで痩せることを諦めてしまうんです。さて本日はそんな皆さんに絶対にリバウンドしない最強のダイエット方法について紹介してくれている本を持ってまいりました。ぜひ本日の動画を最後まで聞いて、正しいダイエット方法についての知識を深めていってください。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、間違った知識でダイエットをしても効果が出ない。第2章、リバウンドと無縁になる方法。第3章、糖質制限の効果を最大限に高める7つのルール。どれも今知っておきたい内容になっています。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、間違った知識でダイエットをしても効果が出ない。そもそも太るとはどういうことを言うのでしょうか？もしあなたがここ数年で5キロ太ったとしたら、それは何を意味するのでしょうか？そりゃ体についている贅肉が5キロ増えたってことでしょう。特にお腹周りかな。だってズボンのウエストもベルトもきつくなっているんだから。これがほとんどの人の理解でしょう。そして見た目もかっこ悪いし、服を買い替えるのも不経済だし、健康面でもいいことないし、さあ頑張って痩せるかとダイエットに挑戦するものの失敗を繰り返すんです。なぜ失敗するのか？それは根本の知識が間違っているからなんです。第1章では、そもそもなぜ太ったり痩せることはこんなに難しいのかということについて説明していきたいと思います。よく、いやいや私は水を飲んでも太るのと主張する人がいます。でもそんなことはありえないと大抵の人は知っています。そして大抵の人は食べ過ぎるから太るんだと考えています。しかしこの解釈も正しいとは言えないんです。正確には食べ過ぎたら太るものと、たくさん食べても太らないもの、この2種類があって、多くの人が前者に偏った食生活を送ってしまっているんです。さてではこの食べ過ぎたら太るもの、これは一体何でしょうか？以前はカロリーの高いもの、油っぽいもの、こういったものがダイエットの大敵だと言われてきました。例えばマヨネーズやバター、これは太る食品の代表とされてきましたよね。今でもそのように考えている人いると思います。しかしこれは医学的には大間違いなんです。私たちを太らせるのはカロリーや脂肪ではありません。さあ、その答えをお伝えするなら、人は糖質によって太るんです。これは昨今糖質制限が有名になっていることもあって、皆さんもどこかで聞いたことがあるでしょう。太っている人は成分としての糖質を1日 300g 以上摂っています。それに対して脂質やタンパク質は5分の1の 60g 程度。つまり圧倒的に糖質に偏った食事をしているんです。ここで大切なのは、ご飯、麺、パン、パスタ、芋類などの炭水化物は全て糖質だということです。これら炭水化物は多糖類といい、消化吸収の過程で全てブドウ糖に分解されます。砂糖は2糖類で、やはりブドウ糖に分解されます。要するに最終的に分解されるものがブドウ糖である以上、ご飯を食べるのは砂糖を食べるのと同じなんです。そしてこうして分解されたブドウ糖は小腸から血液中に吸収されます。そして血中のブドウ糖が増えて血糖値が上がるんです。この時に血糖値が上がりすぎないように、インスリンというホルモンが分泌され、血中に溢れたブドウ糖をグリコーゲンに変え、肝臓や筋肉に蓄えます。ただしその貯蔵量は 100g から 200g 程度と限られており、余ってしまったブドウ糖が今度は脂肪に形を変え、脂肪細胞に取り込まれるんです。この脂肪細胞に取り込まれるということが科学的に正しい肥満のメカニズムなんです。一方で脂肪を食べても太りません。脂肪は私たちの体に37兆個もあると言われる細胞の膜の材料としてどんどん消費されていくんです。
またホルモンを作るためにも脂肪は必須です。にもかかわらず、皆さんは1日に 60g 程度しか摂っていないんですから、そもそも過剰にはなり得ないんです。たとえ摂りすぎたとしても、そのまま便に出ていってしまうことが多く、あまり吸収されません。脂っこい料理をたくさん食べた翌日、トイレの水に浮くような便が出ることがありますよね。あれは便に脂肪が混ざって水より軽くなっているからなんです。このように脂肪の吸収効率が悪いのに比べ、炭水化物はほぼ 100% がブドウ糖として血中に取り込まれていきます。そして前述したメカニズムによって私たちの体を太らせていくんです。さて、ここで海外の状況を見てみましょう。しかしまさか炭水化物が中毒を呼んでいるなんて思いもしないし、たとえ認識できたとしても全く口にしない生活は不可能です。つまり糖質依存は他の依存症よりも長い時間をかけてじわじわと脳を侵食しており、それだけ治すのが難しいとも言えるんです。さて、この怖い糖質依存症についてお伝えしたところで第1章をまとめておきましょう。ポイント1、私たちを太らせるのは脂肪でもカロリーでもなく糖質だった。ポイント2、ダイエットに成功しない人は自分の脳が糖質中毒に侵されていることに気づいていない。第2章、リバウンドと無縁になる方法。では第2章では何をすれば痩せることができるのか、どうしたらリバウンドを防ぐことができるのかについて説明していきたいと思います。まず何をすれば痩せることができるのか、これについて説明していきましょう。私たちの体重が増えてしまう理由は炭水化物、つまり糖質の過剰摂取にあると先ほどもお話ししました。一方で炭水化物の摂取を減らせばどうなるでしょうか。まずエネルギー源としてのブドウ糖が足りなくなり、肝臓や筋肉に貯蔵されたグリコーゲンを分解して使うことになります。ただグリコーゲンの貯蔵量というのは限られており、これが枯渇したら次にはやむなく脂肪細胞の脂肪を脂肪酸、さらにケトン体に分解して使うことになるんです。こうして皮下脂肪や内臓脂肪が減って痩せていきます。つまり痩せたければエネルギーとしてどうしても脂肪を使わざるを得ない状況に持っていく必要があります。それには炭水化物の摂取量をかなり引き下げなくてはなりません。それが最良かつ唯一の方法だからです。カロリー制限を信じてきた人は今すぐ発想を変え、糖質制限に取り組みましょう。詳しくは口述しますが、1日の糖質量を 60g 以下に抑えると確実に痩せることができます。ただしかなり太っている人は重度の糖質依存症に陥っていますので、いきなり減らそうとしても無理です。脳を騙し騙ししながら少しずつが決め手となります。具体的には1日の糖質摂取量を最初は 120g に、それに慣れたら 100g に、次には 80g にと段階的に減らしていくことにしましょう。こうして最終的に1日 60g 以下に落とし、それが2ヶ月続いたら糖質依存症は治ったと考えられます。また今は糖質制限を意識したメニューを置いたレストランもいっぱいあります。食品もいろんなものが市販されています。ですから大いに活用するといいでしょう。と同時に、つまらないことで糖質を取ってしまう習慣を改めていきましょう。つまらないことで糖質を取ってしまう習慣の筆頭が、ちょっと一休みしたい時の缶コーヒー、清涼飲料水、エナジードリンクなどです。例えば 500ml のコーラは 57g の砂糖が入っています。概して炭酸飲料は糖質含有量が多いんですが、炭酸の爽やかさや酸味量などによってそれがごまかされてしまうんです。ポカリスエットのようなスポーツ飲料もしかりです。特に夏は熱中症予防のためにスポーツ飲料をよく飲む人がいますが、水で十分です。こうした飲料は液体であるため胃での消化を必要とせず、すぐに小腸で吸収されてしまいます。するとあっという間に血中にブドウ糖が溢れてしまうんです。結果急激に血糖値が上昇する血糖値スパイクという現象を起こし、糖尿病にもかかりやすくなってしまいます。まずはこうしたものを一切やめ、水かお茶に変えていきましょう。スーパーに行くときはあらかじめ買うものを決め、それだけを購入しましょう。さもないとつい糖質たっぷりのものを買ってしまうんです。普段から身の回りに甘いものや炭水化物を置かない、これが大切なんですね。要するにダイエットは自分の脳との戦いです。糖質を取れという脳の指令をいかに聞かずに済むかという工夫が必要なんです。ダイエットで大事なのは続けること。時間がかかることを前提として、途中で失敗してもくよくよせずまた続ければいいんです。
こうして焦らずに糖質摂取量を減らしていけば、あなたは確実に痩せることができます。さて続いて、どうしたらリバウンドを防げるのかについても説明していきましょう。太っていた人が痩せてとても綺麗になり、周囲を驚かせることがありますよね。しかし彼らは大抵再び周囲を驚かせてしまいます。あれだけ苦労して痩せたのに、なんでまた戻っちゃったのと驚かせてしまうんです。我慢して我慢して痩せたのに、その全てを水の泡にしてしまうのは、一時的に体重は落としたかもしれないけれど、糖質依存症に陥った脳自体を根本的に治していないからなんですね。肥満大国アメリカのスーパーには、巨大なピザ、冷凍ポテトなど安価な炭水化物がたくさん積んであるんです。飲み物の棚にはコーラなどの砂糖たっぷりの清涼飲料水がビッグボトルで並んでいます。そして太った人たちがこういうものを次々とカゴに入れ込んでいくんです。しかし彼らは単純に食いしん坊で、量を取りすぎているのではありません。糖質摂取をやめることができないんです。さてこれは日本人も同様です。多くの人が糖質の摂取過剰になり、その原因は脳にあります。なんといっても日本人は炊きたての白いご飯が大好きです。おにぎりもお寿司も大好きです。うどんやそば、ラーメンの店はあちこちにありますよね。さらにはパンもケーキもどんどんふわふわで美味しくなっていき、コンビニスイーツの人気も目を見張るものがあります。加えて清涼飲料水、缶コーヒー、ジュース、エナジードリンクといった糖質の塊を、ちょっとした休憩時間に自動販売機で簡単に買えてしまうんです。こうした今の環境があなたを太らせているんです。最も最近はこの肥満の原因物質は糖質であるということを理解している人は増えてきました。しかし理解は広まっている、理解は深まったのに、一向に痩せられない人がたくさんいます。これは一体なぜなのでしょうか。そういう人たちはご飯、麺類、お菓子、清涼飲料水といったものが糖質の塊であり、太るとは分かっているんです。しかし分かっていながら取ってしまう、この理由についてそもそも全く理解していないんです。彼らは本気で糖質制限すれば痩せることができるが、今は意志の弱さのせいでつい大好きな糖質を取ってしまっているという認識の上に立っています。こういう理解にとどまっている限り、まず痩せることはできません。一時的に糖質を控えて体重を落とすことはできたとしても、すぐにリバウンドしてしまいます。なぜなら彼らはもっと本質的に痩せることができない理由に気がついていないからです。彼らが痩せることができない本質的な理由、それはすなわち自分の脳が糖質中毒に侵されているということなんです。これに気づいていないからこそ彼らは痩せることができないんです。日本人で BMI が25を超えれば、医学的には肥満症という立派な病気です。肥満症という言葉は起きている現象をそのまま表現しているわけですが、原因にフォーカスすれば糖質依存症と言い換えることができます。そしてこの糖質依存症は脳の病気なんです。脳は私たちの行動のすべてを決定します。そしてどれほど医療が進歩したとしても、脳だけは移植することができません。その人そのものである脳はあらゆる指令を出しています。例えば全ての指令を出す脳が糖質依存症になっていれば、いくらあなたが心で痩せたいと望んだとしても、逆のもっと糖質を取るようにという強い指令が脳から出されてしまったら、あなたはそれに従うしかなくなるわけです。痩せるのが難しいのは脳が狂ってしまっているからなんです。その脳を根本から治さない限り、糖質依存症は治らず、肥満症も治りません。特に男性で90キロ、女性で75キロを超えているようなケースでは、重度の肥満症に陥っている場合があると考えていいでしょう。SNS、ゲーム、ギャンブル、仕事、恋愛など行動に依存するのを行動刺激、アルコール、ニコチン、薬物など物質に依存するのを物質依存と言います。さて、この糖質依存症はこの中でも物質依存で、薬物の中毒と同じようにめちゃくちゃ厄介なんです。いやいや、いくらなんでも薬物中毒と肥満を同列に考えることなんてできないでしょうと反論する人もいるでしょう。しかしその認識の甘さがあるから痩せるのは難しいんです。行動刺激にしろ物質依存にしろ、依存症は一度なったら抜け出すのは簡単ではありません。スティーブ・ジョブズは自分の子供に iPad を持たせなかったそうです。麻薬の売人は自らそれに手を出そうとはしません。彼らは中毒になることの怖さをよく知っているんです。糖質依存症だって同じことです。
ただご飯やラーメンなどあまりにも日常的に口にしている食べ物が原因となっているだけに本人は気がつかないんです。気づきが遅ければそれだけ依存症は進行していきます。これが薬物依存なら本人は明らかにまずいことをやっているがやめることができないという認識があります。そして本気でやめたければ一切手を出さないという方法を取ることができます。つまりリバウンドしないダイエットには完全に糖質依存から脱却できたかどうかの見極めが必須で、それにかかる時間をきちんと把握することが必要なんです。脳はとても緻密な器官であると同時に変化にはとても時間がかかります。2009年にイギリスで行われた研究では、脳が新しい習慣を受け入れるまでに平均66日かかることが分かっています。どんな習慣であるにしろ、1週間で身につくとか1ヶ月で結果が出ると謳っているものは全部嘘なんですね。特にダイエットは短期集中していては失敗してしまいます。糖質中毒はコカイン中毒の8倍依存性が高いという報告もあるんです。この現実を踏まえない限りリバウンドしないダイエットは不可能なんです。正しい知識のもと、きちんと必要なプロセスを踏んだ人だけが成功します。まず私たちが抱えている問題は意志の強さやモチベーションではないということを自覚しましょう。環境から変えていくことが大事なんです。もっと科学的なアプローチを試みていきましょう。本書ではあなたの肥満度合いに応じて3つの段階に分け、それぞれ最も適した糖質制限を行ってもらいます。いずれも応用行動分析という学問の流れに従い、行動を変容させていくことが重要になるんです。それによって脳を、あなたの糖質依存の脳を変えていくんです。具体的には次のような流れを踏まえて進めていきます。 1. ゴールを示す。行動を変えることでもたらす期待感を明確にしていきましょう。例えば体重を10キロ落とすなど目標を明確に設定するんです。さらには10キロ落としたら9号のスーツを買うといったところまでイメージするといいでしょう。さらにもう先に9号のスーツを買っちゃう、これもおすすめです。 2. 観察する。求める効果が発生しているかどうかを確認し続けましょう。毎日体重を計測し、増えている時には前日の食事内容を検討するなど徹底的に自分と自分の変化を観察します。ダイエットとは自分との向き合い方そのものなんですね。しっかり自分の変化を把握できていなければ成功するものも成功しません。最初は体重計に乗るのが怖いなんてこともあるかもしれませんが、徹底的に測っていきましょう。そしてそれをきちんと記録していくんです。1日の体重変化は 100g から 200g 程度ですので、体重計は 100g 単位までしっかり表示できるものを使用していきます。そして3つ目、行動を強化する。体重が減ったならしっかり自分を褒めてあげましょう。この褒めるという行為が非常に大事で、達成感を味わうポイントになります。食べ物以外のご褒美を自分に与えるというのもいいでしょう。それによってもっと頑張ろうという気持ちになります。例えば欲しかったアクセサリーを買ったり、映画を見たりしましょう。先ほどのように痩せたらこれ着たいんだよなというような服を用意するというのがとてもおすすめです。この3つのステップを踏んでほしいんですが、逆にゴールを曖昧にしたり、観察を怠ったり、望ましくない行動を強化するようなことは徹底して避けていきましょう。例えばスナック菓子が手の届くところにあれば、ついちょっとだけとなってしまうのが私たちの脳の仕組みです。ですのでそうしたものを排除します。環境から変えていくんです。こういった取り組みは糖質依存だけではなく、様々な依存症からの脱却に効果をもたらすことが分かっています。ただし糖質依存症ならではのコツ、これもあるので忘れないでください。タバコや薬物の依存症から抜け出そうと思ったら、とにかくそれらを断てばいい、つまり一切近寄らないという方法を取ることができます。しかし糖質依存症はそうはいきません。食事をしないわけにはいかないからです。そしてコンビニで買うもの、スーパーで買うもの、自分で作ったもの、どんな食べ物の中にも糖質は入っています。特に食品メーカーが作ったものの中には気づかないようにそっと糖質を加えてあるというケースもあります。だからある程度は取ってしまうのは当然という前提のもと、脳を騙しながら減らしていくという知的な対応が必要なんです。これを楽しめればリバウンドとは無縁になります。リバウンドしないためには、きちんと時間をかけて糖質依存症から脱出しながら痩せていくこと、甘いものが食べたくなったらハイカカオのチョコレートを食べるといったように脳を騙しながら体重を減らしていくこと、この2つを心がけてみてください。さて第2章をまとめておきましょう。ポイント1、
痩せたければエネルギーとしてどうしても脂肪を使わざるを得ない状況に持っていく、すなわち炭水化物の摂取量をかなり引き下げることが最良かつ唯一の方法である。ポイント2、ダイエットは自分の脳との戦いであり、糖質を取れという脳の指令をいかに聞かずに済むかという工夫等を続けることが大切である。ポイント3、リバウンドしないダイエットには糖質依存症に陥った脳を完全に治したかという見極めが大切である。第3章、糖質制限の効果を最大限に高める7つのルール。第3章では糖質制限の効果を最大限に高める7つのルールのうち3つをピックアップして紹介していきたいと思います。この3つのルールを守るだけでも糖質制限の効果を高めることができますので、糖質制限をしているよという方はぜひ実践してみてください。さて、まず1つ目のルールは、1日の糖質を 60g に抑えるです。私たちは糖質をエネルギーとして生きています。第2章でお話ししたように、糖質の摂取量を減らせばブドウ糖が足りなくなり、まずは肝臓や筋肉に貯蔵したグリコーゲンが分解されて使われます。そしてそれが尽きると、今度は脂肪が分解され、脂肪酸、さらにはケトン体となってエネルギー源として使われていきます。だから糖質摂取量を減らせば脂肪が燃焼し痩せるんです。ではどのくらいまで糖質を減らしていけばいいのでしょうか。これに対して著者は、糖質摂取量を1日 60g 以下にしようと言います。糖質摂取量を1日 60g 以下に抑えれば、誰でも1日 100g から 200g ずつ痩せていきます。1日 60g 以下というのは少し厳しい数字ではあるんですが、この数字には明確な根拠があります。1日 58g という厳しい糖質制限と、少し減らす程度の緩い糖質制限の効果を比較した研究が、アメリカのカリフォルニア大学サンフランシスコ校で行われました。その結果、残念なことに緩い糖質制限では痩せる効果はほとんど認められませんでした。逆に厳しい糖質制限では3ヶ月で平均 5.5 キロの減量に成功したということです。しかもコレステロールや中性脂肪の値が低下することも分かったんですね。本書ではこの結果に従って 60g 以下の糖質制限をお勧めしています。もちろん糖質依存症の度合いによって段階は踏みますが、最終的には1日の糖質摂取量を 60g 以下にしていきましょう。それによって誰でも必ず痩せていきます。なお、この時の 60g というのはあくまで糖質量そのものを指しています。ご飯 60g がイコール糖質 60g というわけではありません。例えば炊き上がったご飯1杯 150g で糖質量は 55g 程度です。となるとランチに丼飯など食べてはまずいということがわかるでしょう。逆に清涼飲料水を飲むくらいなら、その分おにぎりでも食べた方が満足感も得られていいという判断も成り立ちます。このように知的に計算しながら1日の糖質摂取量を 60g 以下に減らしていく、これが第一のルールです。さて、2つ目のルールに入りましょう。2つ目のルールは、以下の3つは糖質制限の最大の敵だと認識するということです。その3つはジュース、お菓子、白い炭水化物です。まず1つ目のジュース、清涼飲料水の説明からしていきましょう。これからの人生でこの清涼飲料水を一切口にするのをやめましょう。同じ糖質でもご飯やパン、麺類のような固形物は胃での消化に最短でも2時間かかります。ところが液体の場合、大量のブドウ糖が小腸から一気に吸収され、血糖値スパイクが起きます。すると血糖値を下げるためのインスリンも大量に出て、急いで大量のブドウ糖を脂肪に変えてしまうんです。果汁 100% ジュースは体にいいものという考えもありますが、これは間違いです。野菜ジュースであっても飲みやすくするために大量の糖が使われています。オーストラリアやイギリスなど海外で子供たちに糖分の多い飲み物をやめさせる試みがなされ、いずれも肥満率が減少しています。飲み物を変えることは考えている以上に大きな効果が期待できるんです。イギリスでは2018年から糖類を含む飲料に対する課税、通称砂糖税が始まりました。海外ではこのくらい糖類を含む飲料についての危険性が考えられているんです。糖質制限云々以前の問題として、ジュース、清涼飲料水との関係はこれで最後にして立っておきましょう。二つ目、お菓子の説明に入ります。お菓子は自然界には存在しません。当然ですよね。キットカットがリンゴのように木になっていたら恐ろしいですよね。お菓子は人間が作り出した太るための食べ物です。絶対に口にしないようにしましょう。それでもどうしても間食がしたい、そんな時もあると思います。
そんな時に食べるおやつには遠い祖先も食べていたナッツ類、糖質の少ないチーズがおすすめです。あるいはカカオ成分 70% 以上のチョコレートや果物を少量食べましょう。果物はもちろんジュースにはせず、皮も含めてそのまま丸ごと食べていきましょう。これによって食物繊維を摂ることができ、血糖値の上昇を抑えることができます。さて最後3つ目は白い炭水化物です。白いご飯、白いパン、白い麺類、こういった炭水化物はすなわち糖質です。特にこういった白い炭水化物は精製度が高いんです。精製度が高いということは食物繊維が除かれていて血糖値が上がりやすいものということですので、絶対に避けましょう。例えば玄米には食物繊維の他にもビタミンやミネラルが含まれています。しかし白く精製されて白米となってしまえば、ほぼ糖質の塊と化してしまいます。小麦粉も同様で、パンやパスタも白いものよりは全粒粉を使ったものの方がいいでしょう。以上、ジュース、お菓子、白い炭水化物を徹底的に避けていきましょう。さて最後3つ目のルールはカロリー計算をしないということです。これはちょっと意外かもしれません。摂取カロリーより消費カロリーが下回れば太る、逆であれば痩せる、当たり前のことではないかという理屈が長い間あたかも理論的なことのように語られてきました。こうしたカロリー信奉者は食べ物のカロリーと運動を含む日常的な活動で消費するカロリーを計算し、痩せたければ摂取カロリーを控えなさいと訴えてきました。しかし実はことはそんなに単純ではないんです。1990年から20年間にわたって行われたアメリカの大規模な調査で、摂取カロリーの増加と体重の増加には相関関係はないという結論が出ているんです。これはちょっとびっくりですよね。この調査期間中、アメリカでは肥満が増え続けているのに、人々の摂取カロリーにはほとんど変化は見られなかったというんです。イギリスでも同様の結果が出ており、こちらはむしろ摂取カロリーは減っているのに肥満は増えていると結論付けられています。どうしてこんなことが起きてしまうのでしょうか。私たちの体は代謝という重要な作用を絶えず行っているからです。細胞の維新、消化や排泄、心拍や体温の維持など様々なことにエネルギーが使われ、しかもその消費量は置かれた状況によって変化します。またダイエットしたことがある人なら経験があるかもしれませんが、カロリーを減らせば体が自らエネルギー消費を調整し、あまり使わなくなるということも起きます。つまり一概に何キロカロリー使ったなどと計算できるものではなく、カロリー計算を行って空腹を我慢しながら摂取カロリーを抑えるというのはダイエット法として極めてナンセンスなんです。食事によって摂取されるカロリーが何によるかで太るかどうかが決まるんです。カロリーを得ることができるのは炭水化物、タンパク質、脂肪の3つです。そして繰り返しますが、あなたを太らせているのは炭水化物、糖質なんです。それを控えれば空腹を我慢する必要なんてありません。タンパク質や脂肪をたくさん摂っても決して太らないんです。むしろ植物性食品や質のいい脂肪、タンパク質をしっかり摂って健康的に痩せていく、これが本来あるべきダイエットなんです。さて第3章をまとめておきましょう。ポイント1、糖質摂取量を1日 60g 以下に抑えれば誰でも1日 100g から 200g ずつ痩せていく。ポイント2、体に良さそうな果汁 100% ジュースや野菜ジュースにも大量の砂糖が含まれているので、飲み物はお茶か水がいい。ポイント3、摂取カロリーより消費カロリーが下回れば太る、逆であれば痩せる、これは真っ赤な嘘。いかがだったでしょうか。糖質は薬物と同じように中毒になってしまいます。だから単純に量を制限しようとしても難しくて、そこにはコツがいるんです。過去に糖質制限に挑戦して失敗したことがある人も、ぜひ本書の方法を試してみてはいかがでしょうか。またこの動画で紹介した内容はほんの一部であり、糖質制限はダイエットの他にも様々な健康効果があります。本書では巻田式ダイエット、7日間糖質制限プログラムや理想の体型を維持する習慣術などについても記載されています。ぜひさらに糖質制限についての知識を深めたいという方は本書をお手に取って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方はぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。またコメント欄もすべてチェックしておりますので、おすすめの本などありましたらどしどし書いてくださいますと嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。